良い子のみんな、風来坊の風神雷神放送局が始まるよ。はい、どうぞ。風来坊です。ギターとベースの音楽ユニットです。ヒゲ剃りの替え刃って高いよね。高いよね。あれなんであんな高いんだろう。下手すと安い、どっかの国の安いやつ買えるよね。うん。俺の7000ぐらいするんだよ。買えば？うん。あ、それは電気シェーバー。電気シェーバー。ああ、定時？定時です。おお。電気シェーバー使ったことありません。あ、そうなの？うん、あ、たまにだからいいんだよ。まあね。うん、俺毎日やらないとえらいことになるからさ。そうか。高いよね。シェーバー使っちゃうんだよ。あとプリンターのインクとね。あのランニングコスト。うん、ビジネスあれなんかもうなんか尺に腑、うん、に落ちねえんだよな。あれさ、まあランニングコスト、ヒゲ剃りさ、うん、今 TG 2枚刃3枚刃4今5枚刃ぐらいまであるでしょ、うん、5かな4か5だと、で何個入りでいくか、5個ぐらいで2000円だったら、うん、するよね。でも1回買えば5個入りだって1年持つでしょ。持っちゃうから、うん、次行った時にもう代替わりしてないとかよくあるけど。ああ、そうね。でも5個入りで5個、うん、4か5で2000円だった気がするんだよな。はい、で5個でさ、うん、2000円だとするじゃん、うん、で1個400円でしょ、うん、4,50円かね、でしょ、うん、で最初買うとさ、本体と本体についてる刃と、うん、あと替刃1個ぐらいついてるじゃん、ついてる。だから替刃2個ってことはさ、うん、で800円でしょ、うん、で本体がその価格が798円とかで、うん、替刃で800円っておかしくない？まあ、本体マイナス2円になるよ。うん、あれでしょ、そのだってもう本体ないと買い場買ってくんないから。まあそうだけどさ。なんか腑に落ちてんだよなあれ。あ、まあ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 あれですよ。ほら車屋さんも今車安く売ってるけど、その代わり、うん、デーラー、うちに修理入れてねっていうさ。あ、そうなんだ。そう最初になんかいろいろ全部パックが入ってるんですよ。3ヶ月点検とかそういうの全部、車検まで、次の車検までは、うん、整備費タダですよっていう基本整備費。その代わりほら工場には入ってるじゃん、その分だから、そこでこうちょっとねっていう。だから元々はそんなに儲けなくてもランニングコストの方でお願いしますっていうビジネスが。なんかね、プリンターも超高いし、インクか。そうそう、プリンター自体今1万5000円ぐらいそこそこの買えるからね。買えるで、俺キャノンも使ってるけど、うん、純正買うと6色で5000円とかでしょ、うん、それが大体年1持たないから。持たないね。3回やったらプリンター買えちゃうからね。なんか変だよね。まあいいけどさ。まあそういう商売なんですよ今多分か、うん、そのランニングコストで儲ける方に我慢してください、はい、あとはもうこうやってこれやるやしかない。いや、それは無理だ。それは無理だ。あ、そうです、うん、したらほらね、なんだっけ、毛抜きでランニングコストかかんないから。肌が荒れるでしょうが。まだ弱いのに。そうですよ。まあ、あれですわ、2月になりまして、はい、まあ今月は恒例の季節新曲のシーズンがやってまいりました。絶賛制作中です、ね。リアルで今日2月1日です。そうです、発表が15日です。おで、今のところ進捗具合はどうなんですかね。4割ぐらいじゃない。4割4割5割はいってっか。うん、俺的には7割いってっけど。7割です。それは俺目線ね。俺目線では7割ぐらい。いいとこいってんじゃねえの。あ、そうなの、うん、でも意外とほら曲が出来上がってから
細々とやることあるからまだ。まあね、うん、まあそれは細々やりましたよ。ああでも今回この放送をやってるってことはもう2月15日公開する気満々ですから。うん、そうです。当然ですよ。どうにかこうにかですよ。当然ですよ。そんなもん昔ね、3ヶ月もあるのにね、どうして毎回ギリギリになるかね。そうね、多分もう2ヶ月ごとにやってもそうなんだろうし、うん、でも月1はちょっときついね。月1はきついね、うん、きついね。そこそこのクオリティも欲しいしね、うんうん、ちょっと引き込みっていう時間も必要じゃない、うんうん、どんな簡単な曲でもね引き込みとかやっぱり必要だから、うん、やっぱちょうどいくらいですか3ヶ月ぐらい。4ヶ月だったら結構ダラーッと。4ヶ月長いな、うん、4ヶ月また季節新曲で3シーズンっつうのも、うん、切り悪いしね。おかしいからね、日本は四季のある国なのに、ね、せっかくだから今回あれですわ、正直本当にでも曲的には本当に、でも秋物言ってた4割っていうのは結構リアルなところで今のところ、うん、意外とねまだ結構やることをあれやってそうこれやってであれ手つけてね一緒に今回俺担当なんでね、俺が作曲ですよ。ああそうですよ。で、まあ今回は今日何いわゆるコーライティングではなく、うん、ほぼほぼ通常営業の通常の指定をしこういうふうに、やります、聴いてくださいっつって、やってるんですけど、ベースラインがまだ決まってないんです。そうだったら当然レコーディングもしてない、してないんです。でもあれ曲を作るにあたって、うん、じゃあ今回はもう一番最初にできたのは何なの。今回メロかな。メロですか。いや本来の曲作りとしてはメロ、うんから始まるのは全然、うん、王道と言いますか、うん、頭の中で出てくるの結構リズムだったりもするけどね。お、まあ、リズム実際の作業はリズム打ち込んで、メロ打ち込んでコード決めてみたいなことを言うフローが多いとは思うんだけど、うんうん、今回メロだったんだよね。お今回は前回の季節新曲で、うん、タズが考える16ものだっけ、うん、なんかそういう裏テーマがあったじゃない、うん、秋無寄せ的なね、うん、今回タズ寄せなので、あちょっと8つ、いやでも4つ8ではないな、ないね、でも、うん、フレーズ的にメロ的にはちょっとメタルというか、うん、ああいうのを意識した重たい感じのを意識してっていうか意識して作ったわけじゃないんだけど、おまあ出てきたんでじゃあそっちに寄せてみよう。ああなるほどね。なったんですが、いかんせんベースラインが出てこない。俺もでもこの曲一番最初聴いたのが多分年明けちょっとぐらいだから、約小1ヶ月ぐらい前にこういうメロディーでメインでいくから、うん、おお了解行ったのが多分小1ヶ月ぐらい前なんですよ。そうだね、うん、で、2週間ぐらい経って譜面と音源と来て、うん、したら俺がね、うん、インフルエンザかかっちゃって、もうインフルエンザってさ、うん、熱とかも辛いんだけど、うん、一番辛いの体の痛みね、節々が痛いやつ、節々ってね、俺あの皮膚の表面が痛くて、あそんなパターンもあるの。そうだから服とかこう擦れると痛いのよ。へえ、太もも痛いし、当然ギターなんかもうとんでもないと思って。もうそんなパターンあんのね。そうそうそう、あんま聞かない。それがね一番最後まで残ってて、全然ギター弾けなくて。今日はもう治ってるんですね。まあもう完璧ですよ。うん、嘘はついてないですね。あ全然だね。もう診断書持ってきましょうか。治癒書。治りかけて来られても正直困るので、一番撒き散らす時だからさ。大石田さん曰く今俺最強だから。うん、あの治った人が抗体持ったら強いから。完璧らしいですよ。でもあれです、新型肺炎だけ、コロナウイルス、うん、怖いね。マスクの買い占めはやめましょう。もう売ってねえ500枚とか買ってる人いるじゃん。マジで、うん、だって200枚入りの箱とかこんぐらいの箱って、あれを50とかじゃないの、50とかなの、うん、
でも50だとしてもこうやって持ってるじゃん、5個6個5個持ってるのは250でしょ、6個あれば300枚じゃん、ね、300枚ってさね、シーズンで考えたら毎日 10ヶ月持ってる、そうそうそう、1日1枚そんなにいらないから、100あれば今シーズン乗り切れるでしょ、うん、困ります、うん、ないんですよ今、どっかない、どっかあるのかな、山奥の薬屋さんとかにあるのかな、薬局があるのかな、あんのかな、いや、うん、いやでもほどほどにしておきましょう、あの買い占めね、うん、みんなに100枚ずつあれば十分だから、うん、今シーズンはそんな、だからもうちょっとね体調が不良もあって、はい、まあそれでもギターはほぼ、うん、ほぼレコーディング終わりまして、はい、だから先にギターが入ってる感じでね、うん、だからあんまないパターンだね、そうそうそう、そうするとね、あのやっぱりまあいいよやるよってやったはいいんだけど、うん、ベースラインないってこんだけ曲の雰囲気つかめねえんだと思って今回そこはなんていうの、無理、無茶ぶり、うん、だから逆に俺は楽しみなんだよ、ああどうなるか、でほら音源的にも例えば同じフレーズ弾いてる同じものを2チャンネルで撮って、うんうん、もうこっちとこっちあるから、うん、これはもうミックスで好きな方使ってみたいな感じしたから、うんうんうん、俺もどうなってくるかがちょっとね楽しみなんだけど、うん、でも本来はベースラインってメロの後にできるからね、まあまあまあ、まあ、レコーディングは先に弾くんだけどさ、そうだから俺も正直言うとちょっと霧の中でちょっとやった感じ、うん、だから俺も楽しみだ、あと2週間後はでもよかったよ、ああそうですか、よかったです、出てきた移動尺なんかもね、うん、適当にあこんなもんかなって言ったらぴったりだったっていう、そうねさすがだねっていう、こうあそうね、ソロ、うん、だけ書いてあったんで、そうそうソロあの譜面渡してソロのコード進行これですって書いて、うん、渡して尺書いてなかったんで、そうちゃんとねあの半分だけ弾いて俺の2半分残してくれたから、ああ大したもんだなと思って、持ち手投げですかね風来墓地では2015年ですからね、そうな、そうですよ、持ち手長いですから、だいたい想像はつきました、まあ、そんなこんなのが2月の15日に公開させますんで、はい、します頑張ります、じゃあタイトルどうぞ、鬼神です、鬼の神で鬼神です、じゃああれですよ、じゃあ鬼神とは何ぞやとかそこら辺、うん、あの公開後に、はい、あのこっちで自治会です、ね、自治会、はい、おしゃべりしたい、はい思います、あと、はい、これからミックスもちょっとやります、はい、結果も合わせて、はい、予定です、予定でございます、はい、2月15日にが鬼神、はい、曲新季節新曲発表になりますので、はい、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思いますので、はい、よろしくどうぞどうぞ、では2月15日楽しみにお待ちくださいませ、さよなら。